こんにちは。幸せな人生に変える願望を叶える方法を試してみませんかのコーナーです。お続いてるね。そうですね、うん、もう人気ですよ。良かったです。このコーナーでは女性の方が興味ありそうなテーマを中心に人生で起こりがちな悩みを解決するためのプチノウハウをお伝えしていきます。はい、はい、今回のテーマが理不尽なことが起こったりして感情が爆発して怒鳴りたくなった時どう対処するのがいいでしょうかというテーマです。はい、はい、うん、これはね、感情を持て余してしまった状況を改善したいっていうことやと思います。持て余すっていう表現ない、うん、その時におすすめなのがこちらです、うん、アンガーマネジメントの考えを取り入れる、ほう、怒りの感情を抑えつけない、うん、怒りのエネルギーをやる気に変えるとか、まあ、有効に活用する、ほう、この3つです、はいはい、で今回はね、アンガーマネジメントとメンタルコントロールについて、うん、3つのテーマに分けてポイントを、横文字多すぎて騙されてる気がするまあ聞いてください。わかりました、はい、3つのテーマに分けてね、ポイントを確認していきたいと思います、うん、はい、まず1つ目が怒らないようにすることを目指さずに怒りのエネルギーをいい方向に向ける、うん、なるほどね、はい、怒りは湧くっていうのは前提で、そうです、うん、ということね、はい、で2つ目が怒りが湧き起こるポイントを見極めて自分自身の価値観を客観視する、おう、うん、3つ目、これがメンタルコントロールの基本、うん、手のこう順にお話ししていきたいと思います。うん、怒らないようにすることを目指さずに怒りのエネルギーをいい方向に向ける、はい、そこで出てくるのがアンガーマネジメントっていう考え方です。怒りの感情を自分がコントロールするっていうことですね。うん、そのままの通り怒りをマネジメントすると、うん、管理するよ、ね、はい、うん、確かアメリカで起こって日本に入ってきたやつですか、ね、うん、ちょいちょい聞きますよね、なんか、うん、うん、そうなんだ、抑え込んだりごまかしたりとかね、あと大爆発させて、うん、迷惑に迷惑かけちゃうみたいなことしないように対応しようっていう意味合いで考え出されたノウハウです。カミオ TV 的に言うと怒りをコントロールすることでデメリットを抑えながらメリットを最大限生かすみたいな、うん、セリフイメージに変えるって感じかなと。なるほど、はい、うん、抑えた感情っていつかは何かのきっかけでやっこう湧き上がってくるじゃないですか。あ、なんで抑えるんじゃなくってすっきりこうできるように、はいはいはい、まあ、いちいち解消していけるようにってことね。そうですね、うん、で周りの人も傷つけないようにみたいな、うん、なるほど、なるほど、はい、ただこのアンガーマネジメントについてはこの動画で全てを語り尽くせるものではないので、うん、またの機会に取り上げたいと思います。はい、はい、なので、まあ、怒鳴りたくなったら6秒心の中でカウントしましょうっていうことです。あ、まずはそれ、まずはマネジメントなんだ、ね、マネジメントです、はいはい、なるほどなるほど。実はアンガーマネジメント僕日本に入ってきた当初受講してるんですよ。マジで？おー、すごい。だいぶ前ですけど。へえ。なのでちょっとまた僕からもいろいろアドバイスしていきたいと思います。超マニアックな時に受けたんだあとですね、この怒りの感情を抑えつけてでも結局後で出てくるじゃないですか、うん、あ、許せへんって、これ心理学で心の中の復讐って言うんですけど、おお、そのままやん日本語で直すと、まあ、だからそれをしてたら結局また怒りにエネルギー、怒りって怒ったらエネルギーすごく奪われるじゃないですか、うん、だからまたそれで仕事とか勉強の効率下がってくる。そうですね、でその都度やっぱ解決することが大事ですよ。うん、そうですね、ふとした瞬間またイライラってしてきて、うん、それにとらわれて、ね、エネルギー消費して思い出して、うん、ってなってしまう、ね、思い出してなくてもどっかで気になってたり ねずっとなってますんで、しますからね、はい、はい、で2つ目、うん、怒りが湧き起こるポイントを見極めて自分自身の価値観を客観視する。お、自分自身のことを、うん、自分が知るきっかけにもなると思います。お、はい、でこれ前回もお話しした通り、うん、怒りって二次感情って言ってたじゃないですか、うん、はい、っていうことは怒りを覚えた時には必ずその前に湧き出てきた感情があるわけですよね。そうですね、はい、だからその怒りが湧き出てきた理由を探ってみる、うん、なら結構自分でも思わぬ発見っていうのがあるかもしれないです。なるほど、はい、例えば相手が自分の思い通りに行動しないことで苛立ちがあるのかもとか、うんうん、自分が大事だと思ってる人から大事にされてないから悲しいのかもとか、うん、まあ、ちょっとね抵抗あるかもしれないですけど、うん、自分が大事にしてることっていうとかがねこう分かるかもしれないので一回チャレンジしてみてください。はい、はい、なるほど。で3つ目のこれがメンタルコントロールの基本
なんですけど、うん、この今言った2つ、うん、ここまでが、まあ、要するにメンタルコントロールの基本だよっていうことです、うん、はい。でね、ここまで進めてきて思ったんですけど、うん、りょうさんね、怒りをコントロールできることっていうのが、まあ、メンタルコントロールの基本っていうふうに。そうですね、まあ、怒りだけにとどまらないですけども、そういういわゆる、まあ、ネガティブな感情とか、うん、自分が持ちたくない感情をいかにフラットにするか、うん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 、っていうのがやっぱメンタルコントロールになってきます、ね、なるほど。怒りっていうのも一つのそのテーマですよね。なるほどね。まあ、だからある意味もメンタルコントロールさえマスターしていけば、うん、怒ることはなくなりますね。そうですよね、うんうん、まあ、言うたらお坊さんとかさ、そういう精神的な修行を積んでる人ってもう怒るイメージないもんね。めっちゃ怒るだろ人たち。あ、そうなんや。めっちゃ怒ってるよ。そうなんだ。お坊さんほど煩悩に満ち溢れた人いないから。その裏話していいんですか。日本のそのお坊さん置いといて、インドと、うん、ヒマラヤとかで修行してはるよ。あ、全然煩悩に満ち溢れてる。めっちゃ煩悩に満ち溢れてる。あ、そうなの。じゃあ、え、大したこと、何幻想。いや、まあ、そういう話ではない、今回、うん、今回、まあ、イメージはそういうことですね。イメージは、ね、そうか、やばい。え、なんかね、うん、あの、そう、自分の中で怒りがこみ上げてくる時っていうのは、うん、まあ、もちろんあるじゃないですか、うん、逆になんかその誰かに怒りぶつけられた時とか、うん、ってどうしてるんかなみたいな。スッてスルーしたり。あ、まあ、前回もありましたけど、もう言い返さない、はい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 、したらこの 6秒間我慢すると一緒でずっと怒りって持続できないんで、うん、相手もそのうち怒りなくなってしまうのね。まあ、ちゃんと話を聞くってことだよね。なるほど、キョトンとして聞いてる。まあ、だからちゃんとしたこっちは冷静にちゃんと相手の話を聞いていけば、相手もいつまでも怒ることはできないんでね。ふんってもう、うん、どんな感じ聞くって。まあ状況によるけど、相手にもよるけど。ああ、そうやね、うん。まあ例えば一番からすべてお客さんが怒ってるんやったら、もう真剣にちゃんと話聞くとか、そういえば、うん、向こうもいつまで怒ることはできないんで。まあそうやね。うん、わかりました。奥さん怒っても大体聞いてないやろ、話。聞いてるよ。すっごい真剣に聞いてる。絶対聞いてないやろ。はい。言うて聞いてない、聞いてないって言われない。はいって普段言わへんことを言ってるから聞いてないって言われるわけです。そうと思います。はい、思ってへんもん。そんなことないです。ね、そうなんちゃいますよ。ね、ちょっとやってる見てるだけですよ。はい、まあね、ここまでの内容を踏まえると、はい、まあ、うん、怒りの感情をコントロールできるようになるのが幸せなお金持ちに必要な知識、うん、スキルですよね。そうですね、はい。うん、まあ、要は、うん、つまり亮さんのようになれると言ってもいいですか。できちゃう。その怒りをマネジメントすることによってってこと。そうですよ、亮さんみたいになれるんですよ。へえ。なるほどなるほど。まあ、あらゆる感情をちゃんとコントロールできるようにならないと、やっぱ投資とかでも勝てないですよね。でもなんか一番わかりやすくないですか、そのいろんな感情の中で、うん、なんかまず怒りをコントロールできるようになろうみたいなんで。ああ、まあね、確かに。そう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 。なんで沈んでるんですか。投資って本当にいろんな感情出てくるんで、まあ、もう見にくいとか感情とかね、いろいろ味わうんですよね。うん、それはだから前回も今回の話でもそうですけど、まず出したり表現したりしてちゃんと解消しなあかんし、うん、先ほど出てきたように、そのなんでそう思う、まあ、前回ゆいちゃんも言ってたし今回も出てきましたけど、なんでそう思う、怒ってるんだろうって一歩振り返って見てみて、うんうんうん、自分の感情を吟味してみるとまた解決が出てきますよね。そうですね、それさえ分かれば同じことで怒らなくなってくるんで、うん、そういうふうにしていくとだんだんコントロールできるようになりますね、うん、ちょっとやってみますよ、うんうん。まあ、というわけでですね、まあ、感情をコントロールする、まあ、メンタルコントロールするってことは、イコール潜在意識をいかにコントロールしていくかってことにも、やっぱり、まあ、イコールですけれども、ね、はい、まあ、その辺ではですね、神尾 TV はそのセルフイメージ、潜在意識をいかに書き換えていくかっていうような、無料講座をですね、うん、全7回ぐらいにわたって、別動画にてシリーズで公開しておりますので、その動画に関してはですね、動画説明の方にリンク貼っておきますので、興味ある方はぜひ一度見てみてください。はい、まあ、潜在意識っていうものについて詳しく勉強していくと、まあ、この怒りもそうですけども、いろんな感情もコントロールできるようになっていきますので、ぜひ一度見てみていただければと思います。はい。
というわけで神尾 TV ではセルフイメージを変えることで望む理想を無理なく、極端な言い方をすれば全く努力し なしで実現できてしまう方法っていうのを公開してます、うん、ので視聴方法は動画説明欄にありますので見てみてください。はい、お願いします。はい、でこのコーナーではちょっと心が疲れた時とか、軽くでいいから誰かに励まされたい時、あと明日から頑張っていきたいから元気になりたい時、困ったことが起こった時の解決法を知りたい時に見てもらいたくてお送りしてます。はい、うん、はい、あとこのコーナーのテーマとなる悩みも募集してます。りょうさんとか七節さんならどうやって解決するやろなみたいな疑問とか質問でもいいので気軽にお寄せください、うん、はい、では次回もですね、ゆうちゃんにですね、このいろいろいただいた質問をもとに、その解決方法、プチノウハウをですね、いろいろお伝えしていただこうと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録の方、お願いいたします。メルマガも登録お願いします。お願いします。あとこの動画でいいと思われた方、そしてゆうちゃんの応援の意味を込めて、ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。ぜひぜひ、お願いします。いいねが減ったら、このコーナーは消えていく。はーい、続けさせてください。あと動画説明欄の方に、この動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めて、ぜひ一度見てみてください。はい、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。まあ、とりあえずはもう全部ちゃんと紙に書くのが一番いいと思いますけどね、やったことないんでやってみますわ。そう、私ね、うん、あの金持ち父さん貧乏父さんあるじゃないですか、はい、あそこであのそのなんか人生に続かれる続かれなんかその続かれへんようにするみたいな、うんうん、となんか書いてる、そういうこと書いてる部分があったんですよ、うん、それでなるほどなと思って、うん、なんかそのなんかこうイライラしたりした時とかになんかこう感情的にバッてなんか出そう、口に出そうになったり行動しそうになった時に、うん、あ、これは人生に続かれてるのかもしれへんって思って、そう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 、でなんで私怒ってこんなにイライラしてんやろうって考える癖はついてきました。へー、続かれたりするっていうのがもう分かるわけやね。これは疲れてんじゃねえかなみたいな。なるほどなるほど。このまま衝動的に行動したらどうなんやろうみたいな。すごくいいじゃないですか。大成じゃないですか。ほんまや。金持ち父さん、貧乏父さんを。その一歩引いた冷静になるためにさ、まずは6秒我慢するっていうのが大事。なるほどなるほど。そして6秒我慢したらそういうふうに考えていたら、それが考えられて、もうより建設的に動けるということ。うん、ゆいちゃんもだいぶ成長しましたね。成長したね。昔はもういいかったら僕たちすぐ殴られてたので泣きながら殴ってたよね。バーッこうやって強いな同時よ同時全部カットしてるだけでね泣きながら俺らやってたね。成長したゆうちゃんにどうぞいいんだお願いします